ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。なんだ、一層からボスか。これは助かるね。バラモスってこんな感じなんだな。全レベル99で来ました。はい。賢者、魔法戦士。もう少しね、パラディンとかね、バトルマスターとかうまいこと混ぜたいんだけど、まあ今まだ育ちきってないですね。なんか盗賊とかね、そういうとこばっか育ててるんで、まだ育ってないです。これが今んとこ現状最強だと思う。自分の組める中ではベストかなと。まだ流戦士系つけてるんですけど、主人公が賢者じゃなくなればもっといいのがつけられるようになります。神秘の鎧とかは今別のトラジャとかがつけてるのかな、確かね。ですね、うん。まあこんな感じの構成になっております。では参りましょう。ついにバラモスと戦う時が来たね。これ99回戦うとレベルがマックスになるんだって。で、なんか、レベル16くらいになってくると、無道の地図を落とすんだ。そうですね。まあガンガン戦わないといけない。バラモスってさ、ドラクエ3で出てきてるんだよね、確かね。自分わかんないんだよ、だから。3だけね、やったことがないんだ、実は。実はないんだよ。どういう攻撃が来るかわかんないんだよな。マジックバリア打ってみるか。あと、息系はありそうだね、魔王だからね。すると、フバーハ的なやつ。フバーハ、フバーハ、どこだっけ？フバーハ覚えてんの？あれ？マジックバリアー、あれ？フバーハないな。あれ？フバーハないんだな。あ、マジか。じゃあ、ちょっと待って、フバーハないよね。あれ？待ってね。応援。じゃあ応援。ミリア。呪文、マジックバリア。ここでフバーハあるか。凍てつく波動あるかどうか次第だけどね。素早さ確実に取っておきたいんで、こうかな、こうなってくるのかな、まずは。フバーハなくて大丈夫かな。どんな攻撃が来るかによるんだよな。凍てつく波動がありかなしかでもだいぶ戦い方変わってきますからね。どうなるんでしょう。通常攻撃があるのか。一回だけなら勝ちだけど。一応、スクルトを撃つ。でもって、バイキルト撃ち始めましょう。あと、トラジャのみですね。トラジャのみ。バイキルト。バイキルト。スクルト。凍てつく波動あるかどうか。メラゾーマ64、マジックバリア効いてる。あ、やっぱ2回行動。マジックバリア効いてますね。相当効いてますね。よし、応援。まだ凍てつく波動が来てないんだよな。バイキルと自分自身と、いや違うな。ルカに入るかどうかですね。50、ルカーニー入らないか。いやでもカブト割りが効くかどうかによるんだよね。あのルカにも確率性だと思うんで。ただそんなに高くはないだろうな、魔王だから。見とれてる。あ、そのパターンもあるんだ。よし、じゃあこっから行こうか。まずはカブト割りだ。カブト割りだ。1190、守備力下がった。守備力下がった。うおぉ、灼熱か。うわ、強い。カブト割り、ベホマラ攻撃、カブト割りで。あともう一段階下げられれば4人で攻撃した方が、効率は良さそう。テンション上げるべきかどうかですね。カブト割り。これ、
多分凍てつく波動ないやつですね。これないやつですね。オッケー。これ多分じゃあ勝ったわ。あとはフォースつけられればベストなんだけど、あの情報がない。何のフォースが効くのかがわかんないから。まだもう一段階下がる。毎ターン約1000ぐらい食らわしてんのか。そしたらまあ、このままやっていけばもう、あと数ターン後には、2、3ターン後には終わる？攻撃力が元に戻った。12。スクルト1回で。灼熱問題なし。メホマラーで OK。メホマラー、バイキルト、カブト割り。こまめに回復しとこう。まあ、こんなに回復する必要なさそうな気もするけど。攻撃力が戻ったプラス、素早さが元に戻った、呪文の強さも戻った、みんな戻っちゃったぞ。さあ、補助魔法が消えていく。こっからどうなるか。守備力がなかなか下がらない。カブトアリベホマラー。バイキルとカブト割り。素早さが戻っても先制取れてる感じがありますね。これはピオリも打たなくて良さそうです。守備力が戻る。あんまり攻撃来ないからいいかな。マジックバリアの方が大事かもしれない。カブト割り。あ、ただ回復間に合ってますね。これ灼熱来ても全然大丈夫。賢者で240食らわせられるんだから十分でしょ。なかなか守備力下がりませんね。321。そろそろだと思うんだけどな。じゃあもうこれは諦めて3人攻撃でいこうか。あ、いや、4人攻撃でいっちゃえ。守備力元に戻ったか。やっぱやめよう。カブトアリ、ベホマラー、下げにかかろう。ルカーに、カブトアリ。あ、終わった。オッケー。あ、全然いけましたね。討伐ターン、10ターン、バラモスレベル1。バラモスが起き上がった。経験値が欲しそう。あ、59,600バラモス、あ、いいよいいよ、あげるよ。攻撃力と守備力がアップ。小さなメダルをゲット。なるほど。ほうほう。はい。これ、即2戦目いけるのかな？あ、いないね。あれ？レベル2ってどこで出てくるんだろう？そしたら。これどうするんだろう？まあ、とりあえずバラモス OK ですね。余裕でしたね。こんな感じで、で、次の地図がゲットできるまで、待ってね、これどうすりゃいいんだろう。地図しまって、地図使うのかな。これでどうでしょうか。レベル2の間って言ってるから、ここで間違いないと思うんで、あ、復活しましたね。オッケーオッケー。そういうことなのね。把握しました。よし、じゃあ、とりあえずレベル1オッケーということで。次、どれくらいで戦おうかな。とりあえずレベル、もう少し上げてからですね。このバラモスのね。それから、そしたらまた再戦という形でいきましょう。そのうちまた、無道の地図がゲットできるんじゃないかなと思います。ではね。以上です、今回は。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。